今晩は1997年4月に起きた会社を員誘拐殺人事件は、有名人の両親を持った女子高生会社を員さんが残虐な方法で殺害された事件です。今回は会社を員さんと家族のプロフィール、事件の経緯、犯人のその後、殺害理由など真相をまとめました。1997年4月に台湾で起きたパイシャオイン誘拐殺人事件の被害者であるパイシャオインさんは当時17歳の女子高生でした。有名人の両親を持ち、テレビにも出演するなど注目を浴びる存在でした。平和な日常が一瞬で消え去った恐ろしいこの事件について詳しく見ていきましょう。台湾史上最悪で最も残忍な誘拐殺人事件として知られるパイシャオイン誘拐殺人事件。罪のない17歳の女性を誘拐後、体の一部を生きたまま切断、その後強姦やひどい暴行などを受けた形跡が残る無残な有様で、遺体が発見されました。身代金を要求する犯人との金の受け渡しは失敗に終わっています。誘拐だけでなく殺害に至った理由は、過剰な報道をしたマスメディアにも罪があると被害者の母親であるパイピンピンさんは声高に主張しています。被害者のパイシャオインさんの父親は日本の有名漫画原作者、母親は日本でも一時活動していた台湾きってのトップ歌手という、両親揃って著名人だったため日本でも大々的に報道されました。事件が注目を集めたのは、パイシャオインさんの両親が名の知られた人物だったことも影響しています。まずは父親の梶原一騎さんについて見ていきましょう。昭和を代表する漫画家として、現在も多くの作品が愛されています。梶原一騎さんは1953年にボクシング小説を雑誌少年画報に入選したことがきっかけで執筆活動を開始、梶原一騎という名前はこの頃に誕生したそうです。その後、少年向け小説は次第に人気に陰りが見え、漫画が市場を占有するようになると漫画原作者に転向。1966年から週刊少年マガジンにおいて巨人の星を連載すると大ヒットを飛ばし、以降はスポコンの梶原と呼ばれるほどスポーツを扱った作品を発表しました。プライベートでは素行の悪さが目立っていたという梶原一騎さん。1983年の少年マガジン編集長襲撃事件や、赤坂のクラブに勤務する女性への暴行事件などに関与していたことが分かっています。また大麻所持疑惑で拘留されていた時期もありました。保釈された日、ステーキとうなぎを食べた直後に倒れて救急車で病院に運ばれた梶原一騎さんは壊死性劇症膵臓炎と診断されました。4回の手術をしたものの、1987年に死去しています。病室には我が命玉のごとくに慈しみ、天命ことごとくば玉と砕けんと自制の句が残されていました。母親であるパイピンピンさんは台湾の売れっ子歌手です。梶原一騎さんとの間に長女であるパイシャオインさんを設けました。1981年に離婚し、シングルマザーとして娘を台湾で大事に育てていました。パイピンピンさんの実家は貧しく、経済的な理由で高校を中退した経歴を持っています。1973年台北で開かれた歌の大会で優勝したことをきっかけに歌手活動を開始しました。1975年演歌を学ぶために日本へ留学した際、梶原一騎さんと出会い結婚しています。日本で結婚生活を送っていましたが、梶原一騎さんの家庭内 DV などが原因で二人は別居を開始、パイシャオインさんをお腹に宿していましたが、台湾に帰国し1980年に出産しました。翌1981年に正式に離婚しています。出産後、歌手活動を再開すると人気を獲得し、1980年代後半には台湾における有名な歌手の一人になりました。パイシャオイン誘拐殺人事件は1997年4月14日の台湾台北市で起こりました。
大社員さんはどのようにして事件に巻き込まれたのか、時系列に振り返っていきます。大社員さんは台北市に所在する私立新宇高級中学に通っていました。通学途中に犯人グループに拉致され、車に押し込まれてアジトに連行されたのです。犯人グループは全員黄色いゴムのバンドで頭と顔を覆い、身元がわからないようにしていました。犯人グループのアジトに到着すると、大社員さんは体を縄で縛られ、自由を奪われます。そして大社員さんの洋服を脱がせて、片方の胸を露出させた状態の写真を撮りました。さらに大社員さんの小指を切断。その激痛に耐えきれず、大社員さんが泣き叫ぶと、犯人グループは黙らせるために暴行を加えたのです。犯人グループは大社員さんのバストがあらわになった写真3枚、切断した小指、そして身代金を要求する旨を記載したメモを亀山郷にある霊園管理室の近くに置きました。その後、母親のパイピンピンさんに電話をかけて、娘を誘拐した、嘘だと思うのであれば指定の場所に行けと霊園管理室の場所を伝えたのです。電話を受けたパイピンピンさんは即座に霊園に向かい、犯人グループが置いていった証拠物を発見。メモに記載された身代金は500万ドル、おおよそ日本円に換算すると5億円になります。母親のパイピンピンさんは警察に通報した上で、いいねの500万ドルを用意して娘の救出に万端の用意をして臨みました。地元の警察は0414特別案件として特別な捜査体制を敷いています。犯人グループから身代金受け渡しを4月18日と4月19日にするとパイピンピンさんに連絡がありました。しかし受け渡し当日、指定された場所に犯人グループは現れず、身代金の受け渡しは失敗に終わりました。犯人が受け渡し場所に現れなかった理由の一つに、捜査は内密に行われたにもかかわらず、マスコミが事件を嗅ぎつけ、連日メディアで報道合戦が繰り広げられていたことが挙げられます。特に大手メディアの中華日報と大政報はかなり大々的に事件を取り上げ、身代金受け渡し現場にヘリコプターを飛ばして実況中継をしていたのです。その後の4月23日も身代金受け渡し日に設定されていましたが、ここでも現場にカメラマンが集結してしまい、結局受け渡しは失敗してしまいました。ただし、この時点においてパイシャオインさんはすでに死亡していたことが後の検視の結果から判明しており、犯人グループとしてはもはやまともに取引をする気がなかったことになります。身代金の受け取りに失敗した犯人グループは激怒し、パイシャオインさんにさらなる暴行や強姦を加えて死亡させています。遺体は台北県台山郷にある川に捨てられ、数日後に近隣住民によって発見されました。パイシャオインさんの遺体は4月28日に発見されました。誘拐後の激しい暴力によりひどいありさまで、発見者によると豚の死骸があるのかと思ったという証言をしています。検視の結果、直接の死因は頭部と腹部の殴打による出血過多および内臓破裂です。腹部には 500cc の出血が確認されて、切断した指の根には針金が巻かれていました。切断した際の出血を止めるためだと考えられています。両手両足の爪は剥がされ、髪の毛を引っ張られたのかむしり取られていて、頭皮に残った髪の毛がまばらな状態だったという噂もあります。ベテランの検視官ですら、こんなにむごい遺体を見たことがないとコメントを残しています。それだけ悲惨で残忍な殺人事件だったのです。一番裁かれるべきは犯人グループですが、マスコミの報道の仕方に問題がありました。一部の媒体ではなんと遺体の写真を修正を加えずにそのまま記事として掲載するというモラルが問われる報道がなされていたのです。これらの報道は市民から反感を買い、台湾中でマスコミに対する抗議デモが行われました。その後の警察の捜査によって犯人が構えたアジトが特定され、事件は急展開を見せています。台湾の捜査グループはアジトを襲撃したところ、そこには犯人グループの7人がいました。
そのうち誘拐事件の主犯格だった3人の犯人、ビンチュンシェン、チェンジンシン、コウテンミンを取り逃がしています。犯人を逃してしまったことで新たな事件へとつながることになりました。台湾国内では大規模な指名手配を展開します。3人の主犯格はこのような最中でありながら新たな誘拐を実行する大胆さを持ち合わせていたのです。主犯格3人は指名手配を受けた後の1997年6月6日、台北議員を誘拐、家族から身代金500万ドルの強奪に成功しています。さらに金属会社の経営者を誘拐し、こちらも身代金の受け取りに成功。家族が警察に通報せずに、言われた値段を渡したことで、被害者は解放されています。同年8月19日、犯人3人の姿を警察官が発見したところ、犯人グループ3人も銃を所持していたため、台北市内で銃撃戦が繰り広げられました。主犯格の一人であるビンチュンシェンは6発の銃弾を受けて、最終的には自殺により死亡しています。警察側も一人が殉職、一人が負傷する被害が発生しました。銃撃戦をくぐり抜けた残る犯人2人は、さらなる殺人事件を起こすことになります。コウテンミン、チェンジンシンの2人は逃走を継続します。顔を変えるために整形外科に押し入り、医師と看護師に強制的に整形をさせています。手術後、医師夫妻と看護師に手錠をはめ、抵抗されないようにしてから、銃で頭をぶち抜き、3人を殺害。さらに、看護師の女性は、殺害前に強姦されていたことも、検視により判明しています。その後も主犯格の2人は、逃亡を続けていましたが、11月17日、赤廃炉でコウテンミンは警察官から包囲されました。諦めたコウテンミンは、自身の拳銃で頭をぶち抜き、自殺しました。最後の一人となったチェンジンシンは、11月18日に、南アフリカ大使館で人質を取り、立てこもり事件を起こしています。人質5人の中にいた弁護士が、必ず弁護を引き受けるからと確約したことにより、チェンジンシンは自ら投降、警察に逮捕されています。こうして、長きにわたる逃亡劇は終わりを迎えました。逮捕されたチェンジンシンは裁判にかけられました。チェンジンシンは、犯行をリードしていたのはコウテンミンとリンチュンシェンであり、自分は従わされていただけと供述しました。しかし、これまでの残忍な犯行に、審釈の余地は一切なく、1998年1月22日、死刑5回と、懲役59年9ヶ月の判決が言い渡されています。死刑5回とは、台湾の死刑制度が、ベッドに横たわった状態で、銃弾を浴びることから来ています。刑の確定後、日本では最高裁にあたる高等法院では、チェンジンシンに対して1億7130万台湾元の賠償金を、パイピンピンさんに支払うよう命じられています。1999年10月6日、チェンジンシンへの死刑が執行されました。17歳の少女が狙われた理由について、ただの営利目的だけではないという説が浮上しました。どのような理由が囁かれているのでしょうか。パイピンピンさんは歌手ですが、台湾マフィアの追放運動に力を入れている人物として知られています。やはり、著名な人物がこういった意思を持っていると民衆の支持を得やすくなります。パイピンピンさんの活動を苦々しく思っているマフィアグループが報復の一環で娘であるパイシャオインさんを誘拐殺害することで警告したのではないかという見方がされています。事件当時パイピンピンさんからお金を借りていたゲームセンターを経営するジャン・ジーチェンという男性がいたそうです。日頃から借金返済を催促されるのが疎ましいと感じ、殺人を依頼したという説もあります。ただし、台湾捜査局の資料に、この男性は登場しておらず、事件への関与は低いようです。結局、主犯格のうち2人は、何も語ることなく自殺を遂げており、残ったチェン・ジンシンも一貫して、他の2人に無理強いをされていたと主張していたので明確な動機や理由はわからないままです。捜査技術の向上があっても
事件の理由に関しては犯人のみが知るもののため、真相は未だ闇の中になっています。タイシャオインさん亡き後の家族の現在を調査しました。父親の梶原一騎さんは事件よりも前に死亡しているため、残った家族は母親だけです。母親のパイピンピンさんは再婚することなく独身を貫いていますが、もう一度娘を育てたいと考えて人工授精による妊活をしていた時期もありました。5年間で15回の挑戦をしたもののことごとく失敗。これ以上は体への負担が大きく命が危なくなるとドクターストップがかかり断念しています。事件から20年以上経過しても母親のパイピンピンさんは悲しみが癒えていません。 Facebook を更新し、時の流れは早いものだと、これまでの年月を振り返りました。今は平和に暮らしていても娘の苦しみを思うとたまらない悲しみが襲ってくると苦しい胸の内を明かしています。さらにかつての恨み、苦しみ、悲しみ、友人たちがそれぞれ信仰する宗教で語り、私に寄り添い最も辛い数年を共に過ごしてくれたと周囲に対する感謝を述べています。ネットユーザーからは、本当に辛かっただろう、私たちは皆味方、どうか頑張ってと慰めの言葉が多数寄せられています。パイシャオイン誘拐殺害事件は1997年4月に起きた台湾の誘拐殺人事件史上最も残忍な事件として世界中を震撼させました。被害者のパイシャオインさんは日本の有名漫画原作者梶原一騎さんと台湾の売れっ子歌手のパイピンピンさんとの間に生まれた娘であり、当時17歳でした。通学途中に3人の犯人により無理やり連れ去られ、誘拐の証拠として上半身裸の写真と切断された小指が母親の下に届き、身代金要求の材料として利用されました。母親は娘を救うために身代金を用意しましたが、マスコミが過激な報道合戦を繰り広げたことも原因になり、受け渡しに失敗。パイシャオインさんは度重なる暴行や強姦を受けた後に殺害されました。その後遺体がひどいありさまで発見され、犯人の残忍さが浮き彫りに。犯人は逃亡を試みますが、2人が自殺、1人は逮捕後に死刑が執行されて重刑に処されました。犯人の死亡により、なぜパイシャオインさんが狙われたのかという真相については現在も明かされていません。いつか真相が明かされる日が来るのでしょうか。パイシャオインさんのご冥福をお祈りします。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。